ティブシミュレーションはね、性格上すごいするんだよ。俺常に悩んでる。で常に不安なんだけど、それがやばいと思うんじゃなくて、まあ当然だな、人間だからっていう。なりたくない自分で呼吸困難で仕事すると性格的に持たないっていうの自分で分かってて、うん、そうならないようにこことここ潰しとこうみたいなことを結構やってるけど。よろしくお願いいたします。お願いします。深夜25というウェブメディアを我々やってまして、はい、月抜けという連載があります、はい、それはトッププレイヤーの方々たちがどういう瞬間にブレイクしたのか、はい、月抜けるためには何が必要なのかっていうのを聞く連載となっております。早速ちょっと大きなテーマから投げさせていただくと、はい、佐久間さんが考える若手から一歩周りと抜ける瞬間っていうのをどういう力が必要なのかなってことから、とにかく人と被んないことを考え続けた20代。テレビ東京に行ったのが僕にとって良くて、企画が他の局と被ったら結構で負けるんですよ、はい、だからとにかく人と被んない企画で成功するっていう訓練をずっと20代、特に入社2年目の終わりから5年目ぐらいまでのディレクターの走り出しを全部テレビチャンピオンでやっていて、その時に企画のことを大体を覚えたかな。人と違うことって何かって考えていくと、結局人と違う武器って何かって自分で考えることになるので、はい、自分は多分面白いものが好きで面白いものをずっと見てきて、でそれを人に説明するのが好きだから、何が面白いのかっていうのが比較的分かる。でしかもそれは人に説明することができる。これが多分番組作りに活かせるなと思って、はい、自分の番組の中にいろんなポップカルチャーを掛け合わせることが俺は多分できるなって気づいたのが20代後半から30の前半ぐらいに、自分の芸風の現役に近いものを作れることができたのがやっぱめちゃくちゃでかい。なるほど。面白いと思ったものってあやふやな感情じゃない、この映画面白いみたいな。そうだ、これ人に勧めてる時に何が面白いか説明しないと興味持ってもらえないから、はい、その度ごとになんで自分がこれ面白いのかっていうのが分かるようになって、結果それ自分が作っていく時に役立つんだよね。いまだにだから自分が面白いと思った劇団とか漫画とかを人に説明するっていうのは好きだからやるんだけど、うん、その度思考がクリアになるっていうか、俺が面白いこと思ったけど人に説明してつまんないと思われてるな、これじゃあってことは俺の説明が悪いのか、もしくは俺のここの面白いと思う部分は世の中に響きにくい面白さなのか、はいはい、でもこれ言い方変えたらみんな見たがるなとか、あそうすると自分の番組に生かそうみたいな、うん、そんな感じですよね、うんうん。会社の中で目立てばいいんですかね。会社の中もね結構大事、自分のキャラクター知ってもらうことってめちゃくちゃ大事で、はい、例えばこれ芸人さんに例えると大喜利って回答だけで面白いってことあんまりなくないですか。確かに、まあ、もちろん回答だけで面白い人もいるけど、ね、バカリズムさんが出すから面白いとか、はいはい、秋山が出すから面白いっていうのは絶対あるじゃない、はい、それってその人のキャラクターが分かってもらえないと面白くなかったりするんだけど、うん、企画書も結構そうで、うんうん、その企画の振りになるこいつがどういう人間なんだとか周囲に周知してないと、うんうん、まあまず企画が通らないっていうか面白いと思ってもらえないから、うんはい、あとはこの企画を実行できる人間なんだっていう信用、だからキャラクターと信用を早い段階で獲得しないとやりたいジャンルの企画は通んないなって気づいて、うん、面白いけど通せよバカみたいな感じで、めちゃくちゃ尖ってますね。でもそれはやっぱダメだったっていうのは、特に組織人だとそうだなと思いました。今回の突き抜け、多分初めてのビジネスパーソンインタビューなんですよ。これまで芸人さんだったりアーティストだったりタレントさんだったんですよ。なんでちょっとすごいなんか突き抜けの中でも僕らど真ん中に刺さるなんか感覚を今ありました。組織の中で信用を得ていく、で自分のキャラクターを作っていく、それが初めて形になって自分のやりたいことができるようになったなってタイミングってどこだったんですか。ゴッドタンが始まった時だと思います。それまでは得体の知れない若手で、とにかく入社1年目にこれテレビ界無理だなと思ったんですよ。なんでかというとテレビ界がその頃やっぱマッチョでハラスメントも多いし、これ全部の時間ここに費やしたら俺潰れちゃうなと思って、うん、第二新卒で他のとこ受けられるまでは企画に集中してプライベートを渡すのはもうやめようって、心潰れちゃうから。その代わり自分が何に向いてるかも分かんなかったから、うん、仕事何でも受けようと思って、うん、入社3年目ぐらいまではたくさんとにかく受けたんですよ。でその代わりプライベートは付き合いませんっていう、
どんな仕事でも受ける代わり飲み会行きませんって言ってたんですよ。へー、貫いてたんですね。そうそうそう、だからフロアディレクター全部の番組やりに行ったりしたんだけど、はいはい、そしたら徐々に生放送の仕切りとかがうまいってなって、それはなぜかというと佐久間はリハーサルとかそういうので優先順位をつけるのがうまい。この企画の何が大事か把握して勝手に優先順位つけてリハーサルとか時間がなくてもうまくやってくれるとかってなって、はいはい、まずフロアチーフとしていろんなところに呼ばれるようになった。でそれって俺のやりたいことでは全くなかったんだけど、まあ、苦労しないで褒められるんだからまずこれで顔を売ろうかなと思って、でそれを全部受けて、はい、いろんなところで社内で顔を売るようになってから企画に興味を持ってもらえるようになって、うん、テレビ東京その頃お笑い番組一個もなかったんだけど、うん、あれと思ってみんな出さないんだったら出した方が良くないと思って結構毎回5つ出してたら、とにかくフロアが上手くて毎回通んだけどお笑いの企画出してるやつっていうイメージがついて、はい、そしたらそのネタ見せ番組が急にやってきたのよ。その時にじゃああいつお笑いの企画ばっか出してるから任せてみようかって言って同期を飛ばして俺に回ってくることになって、なるほど、その時のネタ見せで通したのがおぎやはぎと劇団ひとりだから、その時に出会ったんでやっぱ無駄じゃなかったと思うんですね。全部つながってますね。でもその時ってまだチャンスだけもらった状態で、はい、別に番組もそんなにうまくいってなかったけど、何回かやってる時に比較的根性があるから編集が得意だってこと分かったんですよ。自分ではもっとクリエイティブなね、企画が天才肌の人間になりたかったんだけど、はいはい、泥臭いものの方が全然得意で、編集は素材を見た量で挽回できるんですよ。素材っていうのは収録素材ね、収録素材をたくさん見て考えればある程度は水準までいけるってことに気づいて、はい、バジェットは他局にかなわない、出てる出演者の派手さもかなわないけど、まあ、編集は同じレベルにいけるなと思って、うん、編集をやるようになったら佐久間の編集がうまいって噂になって、滑っても大丈夫って芸人の間でなったんですよ。なるほどなるほど。そうするとみんな何してくれるかというと、スリーポイントシュートを狙ってくれる。あ、はい、要は外して滑っても編集で何とかしてくれるからって思うようになって、芸人が一か八かのボケやってくれるようになって、はいはい、ホームラン生まれるようになったんですよ。なるほど。じゃあこれ積極的にこの強みを伸ばしていった方がいいなっていうふうに思って、それから結構俺の番組が他の人の番組と比べて色が出てきたのは、うん、その地味なストロングポイントの編集を頑張るようになってからじゃないかな。佐久間さんってテレッド入る時から俺はこれがやりたいんだって結構明確にありました、ね、いやないない全然ない。ないんですね、うん、ぼんやりとしてはあったけど最初は無理だなと思ってたみたいね。テレビ東京でお笑いのどでかいバラエティ作るとかいろいろ思ってたけど、やっぱ無理だなと思ってから、うん、ちょっとずつ武器が結びついて風合いが違うものは作れるなって分かってからは、中期ぐらいの目標を立ててそれを実現していったのの繰り返しで、映画が舞い込んだり、マジ歌が埼玉スーパーアリーナでやれたり、3年5年とかのスパンでこれぐらい次できるようになったらいいなみたいな。そうそうそう、目標というか課題ね。あのスポンサーに頼りすぎないで続く番組のシステム考えとかないと、多分テレビ界が調子悪くなった時この番組終わっちゃうなとか。どっちかっていうと守りから来るんですね。なんかこうなっちゃうなっていう、なんかあ、そうそう、あのネガティブシミュレーションはね性格上すごいするんだよね。なりたくない自分で呼吸困難で仕事すると性格的に持たないっていうのが自分で分かってて、うん、そうならないようにこことここ潰しとこうみたいなことを結構やってでも佐久間さんってめちゃくちゃ似たんですよ。テレビ業界も芸人さんもでかい何かを咲かせたろうで、ほとんどそうじゃないですか。まあ、でもそうかもしれない。でもまあ20代の頃本当に俺に飲み会でもっとでかい足持ってって言った先輩全員いなくなったけどね折り合いがつかなくなるんだよね、自分が見えてない野心は、はいはい、そのストレスが良くない方に発露して、うん、悪いことしない、いなくなったりとか諦めて楽する方に行ったりとかってするから、はいはい、不安を抱えたままずっと20年やってきて今も不安なんだけど、不安だから努力とネガティブシミュレーションするんだけど、それは抱えながら仕事してた方がいいなって俺はね思った。あの一時期、はいはい、俺なんでこんな心配性なんだろうって思ってたんだけど、はい、それがあるから良かったんだなって今思う。あー、なるほど。おかげさまでネットフリックスのトークサバイバーっていうのがめちゃくちゃ面白かったです。ありがたいことにそういう評判いただいてランキング1位をずっと取れてほっとしたんだけど、俺超えられっかなってずっと思ってるから、だからねランキング1位を取った2日目ぐらいからもう思ってるからそんなこと思ってんすか。だからもうちょっとそのやったーと思える人間だったらよかったなと思ってんだけど、でもどっかしらでもういいかなにならないんですか。もういい
かなないかな、だって自分がやれてないことはたくさんあるから、はい、今の自分で大丈夫かなの方を聞くけどな。それはなんか理想とする姿があるわけでもないんですよね。でも理想とする姿はあんまりないですね。だってあんまりなくないですか、うん、ネットフリックスでこんなくだらないお払いやってる人いないから、理想とする自分を決めちゃうとそこに縛られるから、うん、今の自分の持ってる武器とダメなところを掛け合わせて、うん、ここだったらいけるなの繰り返しでやってるから知らない場所にたどり着いた感じなの。うん、初めからなんかここ狙ってたら多分そこに行こうとして向いてないってこともやったりとかしちゃったような気がするんだけど、すごい言い方が難しいんですけど、ブレない強さすごい強くありません？周りを見てというか、あの人は出てるのに俺は出てないなとか、そういうもやつきとかってなんかね、逆ブレてる自分を認めるっていう、その俺常に悩んでるの、うんうん、で常に不安なんだけど、うんうん、はい、それがやばいと思うんじゃなくて、まあ当然だな人間だからっていう、ブレてても認めないで嘘つくのやめようと思って、ブレてるし毎回これ心配だし、でもそれをまあ認めてちょっとでもちゃんと改善するようにしようっていう日々をできるだけ過ごそうって思うようにしたのはいつかな。まあとにかくね、カッコつけたりその調子乗ったりするのやめようと思ったのが20代の後半ぐらいに、でそれからずっとその繰り返しです。最後ちょっと佐久間さんから見た中でこの人突き抜けてるなって人に通ずる共通点みたいなのって何かあったりするんですか？でも好奇心かな。好奇心じゃない、好奇心、うん、俺が知ってる中で劇団一人でも、バカリズムでも、はい、うん、星野源さんでも若林くんでも、例えば秋元康さんでも、うん、みんな図抜けた好奇心あるね。で自分のことをどう見るかっていうと、多分みんな不安な人が多いと思う。ああなるほど、うん、自分のことをで調子乗ってる人っていないね。調子乗っててもいいんだけど、別にかっこよければ、うんうん、そういう人もいてもいいけど、好奇心と不安はみんな持ってる人が多いかな。そこの両立ですよね。両立、不安だけだとブレブレになっちゃうけど、うん、でも好奇心があって新しいもの知りたいし、若い人のことも知りたい、うん、はい、でも今の自分は信用してないっていう人が結果的にでかい仕事やってるなって思う。じゃあ多分ずっと不安なままなんですね、こっから。あ、そうそうそう、ずっと不安なままなのを楽しいと思えるように生きていければ楽になるんじゃない、きっと。あの全面的に楽になることはなくて、うん、不安なのは当然で、うん、たまにそれも覆すぐらい面白い夜が来るんですよ、きっと。仕事してると、はいはい、やばいもん撮れたなみたいな、うんうんうん、とかやばいもん編集したなみたいな、はい、その瞬間に全部報われたりするから、エンタメの仕事は面白いなと思うんですよね。なるほど、なんか僕らの地続きにあるすごい共通点だなって気がしました。あ、でもそうだと思います。僕は全然そんな別にその特別だと思ったことないから、その一個ずつ弱さを認めるところが始まったというか。わかりました。すみません、お時間いっぱい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。